皆さん、こんにちは。さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、励みになっております。ありがとうございます。今日は、おやつレクのご紹介で、バナナゼリーのご紹介です。見た目がかなり綺麗に仕上がるので、ぜひやってみていただけたらと思います。使うものはゼリーエースですね。皆さんよくご存知だと思いますけど、最近はダイソーでも100円で売ってますので、安く買えます。で、あとバナナ、このぐらいの大きさですね。大きさわかんないかな。手のひらぐらい、今日は手のひらぐらいじゃないか、指手ぐらいの大きさのものを、今3本、このぐらいの厚さですねにカットして、このドーナツ型の金型に入れてます。残念ながらこれはダイソーでは売ってないんですけれども、ドーナツ型の金型の方が綺麗に仕上がりますので、今日はこれを使わせていただきます。バナナをカットして入れたら、ゼリーエースを作ります。で、すでに作ったことがある人はわざわざここ見る必要ないので、何分間か飛ばしていただければと思います。熱湯を 200cc 入れます。で、裏を見ていただくと書いてあるので、熱湯を 200cc 入れてよく溶かしますと。で、さらに水を入れて 200cc よく混ぜ合わせます。で、2時間以上冷やしますということで。で、ゼリーエースってお砂糖がかなり粉になってるので、今音聞いていただいて分かると思うんですけど、かなりジャリジャリしてるんですね。なので、最終的にはお水と熱湯を 400cc 入れればいいんですけど、熱湯の段階でまずしっかり溶かしていかないと後でダマになるので、作ったことのない方はね、ここの作業がすごく大切ですので、しっかりとこのジャリジャリ音がなくなるまで、かき混ぜてあげてください。で、今ジャリジャリの感じがなくなって、見た目もですね、透き通る、全体が透き通ってる状態ができたら、お水を 200cc 加えていきます。で、ゼラチンはね、このぐらいの温度で固まったりはしないので、大丈夫なんですけども、軽く混ぜたら金型に入れていきます。で、バナナと今日、いちごのゼリーエースを合わせましたけど、まあ他のゼリーでももちろん大丈夫ですし、果物も他のものを使っていただいてももちろん大丈夫です。ただ、バナナでやると、まあ仕上がりを見ていただければわかるんですけど、見た目がね、かなり綺麗に仕上がりますので、バナナとこのいちごのゼリーエースの組み合わせはぜひやっていただければなと思います。このようにね、入れるとバナナが浮くんですけれども、最終的には伏せますので、下にバナナが固まって、上がゼリーの綺麗な層が見えるという感じになるので、ぜひ、やられてみてください。この状態で冷蔵庫で2時間以上冷やしていきます。で、バナナゼリーを2時間ほど固めたものです。これ金属でできていますので、器が、周りをお湯で、少しだけ温めて、分かりますかね、中身が動くようになっています。この状態まで溶かしたら、お皿をかぶせて一気にいきます。 あまりね、強く溶かすと今液が出てるの分かると思うんですけど、溶けすぎてしまうので、ちょうどきれいに外れるぐらいまでしか、溶かさないように気をつけてください。で、これをカットしていきます。好きなサイズでいいんですけれども、どうしようかな。今日はじゃあ6分の1ぐらいにしましょうかね。で、カットしたらお皿に取り分けます。お、ちょっとごめんなさいね。はい、最後に、なくても甘いんですけども、
コンデンスミルクをかけると、さらに美味しいです。こんな感じで、かけてあげると綺麗に見えるかと思います。はい、今日はバナナゼリーのご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。